皆さんこんにちは。今回は文字の並べ替え脳トレです。文字がバラバラに並んでいますので、並べ替えて正しい単語を完成させてください。問題は全部で8問あります。だんだんと文字数が増え、レベルアップしていきますよ。それでは早速始めましょう。1問目です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。すべりどめ。正解は滑り止めでした。いかがでしたか。このように文字を並べ替えてくださいね。2問目です。次も5文字です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。ら、小さいつ、く、す。正解はスラックスでした。まだまだ5文字は簡単でしょうか。それでは次の問題に行きましょう。3問目です。6文字になります。制限時間は25秒です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。べ、う、と、う、ば、こ。正解は弁当箱でした。4問目です。次も6文字ですよ。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。ち、小さいゆ、う、し、小さいや、き。正解は注射器でした。さあ次はレベルアップですよ。5問目です。7文字になりレベルアップです。制限時間は30秒です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。手、
伸ばし棒。ぶるくろす。正解はテーブルクロスでした。文字数が多くなりましたが、時間内に分かりましたか？6問目です。次も7文字ですよ。何という単語になるでしょうか？答え合わせです。じうたいもけい。正解は人体模型でした。学校の理科室などで目にする人体模型ですが、実はお値段30万以上もするんだそうですよ。7問目です。次も7文字です。何という単語になるでしょうか？答え合わせです。いうふるえうざ。正解はインフルエンザでした。8問目です。最後の問題になります。次も7文字です。何という単語になるでしょうか？答え合わせです。が小さいつき小さいゆうかい。正解は学級会でした。さて問題は以上で終了です。今回は何問正解できましたか？それでは最後におまけ問題を出題します。20秒の制限時間内に単語を完成させてください。それではスタートです。答えはコメント欄をお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので、チェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。知の種のホームページでは様々な脳トレプリントが無料でダウンロードできますので、ぜひご活用くださいね。皆さんのコメントや高評価、
チャンネル登録をよろしくお願いします。